아니 다른 게 아니고 저희가 어젯밤 침대에 누워서 아는 형님 재방송을 보며 깔깔깔 웃다가 폴더버거 같은 서로의 배를 보며 깨깨깨 웃다가 Q&A 한번 할까? 라는 생각이 들었습니다. 그래서 유튜브 인스타그램 버디버디 Q플레이에 Q&A 질문을 올렸는데 감사하게도 정말 많은 질문들을 남겨주셨습니다. 물론 야마가 돌고 돌아 앞머리가 빠질 뻔한 질문도 있었죠. 언제나 웃음이 많고 배부른 고길동처럼 친절하게만 보였던 코리코의 모든 것을 탈탈탈탈탈 털어보도록 하겠습니다. 잇! 경식이 형이랑 사귀는 몰카 언제 끝낼 거예요? 그럼 待って 제가 知ってる 普通の カップルの Q&A잖아요. 크흐키히 여러분 안녕하세요. 원래는 세스코 게임 파친코 저는 크리코입니다. 코멘트가 どれぐらい 来たのか 솔직히 本当に 私 今回 見てないんですよ. 1個 왔더라 嬉しいです. ありがとうございます. 어떻게 한국을 알게 됐고 지금의 남편을 만난 건지 러브 스토리가 궁금하고요. 자녀 계획 궁금합니다. 원래 私たちの 동화 어떻게 만났어요? 때 미루고도가 되기ます. 회사의 출장에 일본에 아이마시타. 데 카레가 일본에 영화의 페스티벌에 来てたので, それの 私は 아텐도 담당で 아이마시타. 코도보 계획 갖고 와. 今日でも 大丈夫です. 그리고는 천사인가요? 엔젤인가요? どっちも同じじゃないの? 교식君の 엔젤이에요. 오 마이 갓. 최근 3주 내에 해외여행을 다녀오신 적이 있으십니까? 아니에요. 왜? 에? 그게 入国審査局とかじゃないの? 물진들이 히토시타키 모테 이케루 도시 김견식ですかね? 와 대박. 물とか 알잖아. 뭔가 そんなのなくなるから もうそれだったら 김견식と何かを作ったり撮ったりする. 꿈을 꾸실 때 꿈속에서 일본어로 말하시는지 한국어로 말하시는지 한 번호예요. 가장 좋아하는 한국 노래 궁금합니다. 이치만 존니? 最初 メロディー聞いた時も切ないっていうのかな? ギューってする感じがしたし リリースも聞いたらすごい良かったから 박경식 처럼 가봐라. 경식사에게 협박을 받고 있습니까? 받고 있다면 숨을 쉬시오. 몰카 당한 거 진짜로 화난 적이 있나요? あります. 요사친 도끼리 도끼. 本当にあれはひどいよ. そして長かった. 고맙습니다. 크리코님, 경식님의 매력 포인트 3개랑 경식님께 아쉬웠던 3가지. 매력 포인트 1つが 遊ぶのが すごい好きなところ. そして 2つ目が 私と周りの人, 가족, 友達 すごく大事にするところ. 3つ目が 嘘ができないところと思います. 残念で 3個는 頑固なところ, 자기가 嫌いな男があったら チェンジしてほしいというところ. 너무 悪口 하지 마. 너무 네, 뭐 한 つ 最後는 이만 팬티에 와서 많이 쏘았대. 근데 そんなに 중심まで 스테키나 내쇼까? 감사합니다. そんなこと 言える あなたが めちゃくちゃ 性格が いいよ. 한국에 숨을 여태가 있습니까? あります. 이만마데와 旅行とかでしか 한국에 있다고도가 나갔다から 자기도 테마파크에 行こうとか 관광 스포트とか 行くことが 多かったんですけど 한국の人たちが 그냥 食べる 식사とか ちょっとした ペダルの 文化とか 普通の生活を 普通に やってみたい. 새해 どれくらい 違いますか? 24 10살 7살 어디 갔어? 경식님이랑 사귀는 걸 크리코님도 알고 계신가요? 아니 아직도 몰라요. 何なの? これ大喜利? これ待って 私が知ってる 普通のカップルの Q&A じゃない. クリコ、이름의 뜻이 뭔지 由来は覚えやすいっていう。お母さんが幼稚園の先生してて、クリコだったら珍しいから絶対覚えられるっていうのと、家業をつけたかった。書きくけ子の中の響きがすごく綺麗だから。それなら結構意味は何や?頭がよくて、トトカン子供。 그리고는 샌프란시스코에서 파친코를 해본 적이 있나요? 시작할 것도 안 했는데 해보고 싶어요. 기대됩니다. 이건 크리코가 밀고 있는 유행어인가요? 아 네네네. 보여주세요. 기대됩니다. 나니? 뭐니? 뭐 팬티에 웃어나이. 경식님의 사이즈에 만족하시나요? 아 발 사이즈 말하는 거예요. 아 아시노 사이즈는 괜찮아요. 커플 신발とかが しやすいにか. そして前半だけ聞いたところなら 남자の価値は サイズだけじゃないと思います. 前も動画で話したけど サイズとか 알겠어. 경식이 형이랑 사귀는 몰카 언제 끝낼 거예요? 誰야 こんな 質問したの? 아인슈타인의 상대성 이론에 대하여 크리코는 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 응? 크리코님께서 경식이 형님 좋아하는 이유는? 친구 같은 관계니까. 누가 낯이 밤죠? 처음은 경식 때 後半は私かな. 그리고 같은 여자는 어디 가서 만날 수 있는지 궁금합니다. 나 どこでも 이래요. 私結構親戚に一人は いる 타입 って 言われてます. 크리코 보호위원회에서 나왔습니다. 혹시 지금까지 가장 아픈 적은 언제신지? 어디지? 이만 다리가 아파서 転んでしまって 怪我してるので それを早く直してほしいです. 일본 한 달 생활비 얼마쯤 되는지? どうだろう? 一番 使わない時が家とか全部合わせて 15万 이내에
一番今まで使った時が予編とか合わせて、でも3、40万じゃないかな。クリクシの俺についてどうしてほしいんだよ。風船屋さん。ええ、これ楽しそうだから、みんなにあげるの。クリクシに지금현재남자친구와결혼할생각이 100% 있습니까？クリクシに지금남자친구와결혼해서행복하게살수있습니까？あります。幸せより楽しいかな。あ、それが幸せかな。山とぬごらん、深刻한거를고른다면요。그리고저愛してるよ、ふうふう。ふうふう、ありがとうございます。山がどんなことぬ、でもリアルに150万円ギタードッキリは、よさちんとは違う意味で、はぁって思った。わぁ、この人と結婚したら、何百万単位のものが、パパパパってなくなるのかなっていう不安と、どうしようがありました。ちょっと、キュンされたとか。わぁ。ケゴ公園の真ん中で花を渡された時、あれはチャギだけじゃなくて、いろんなギャラリーがいたから、空間がもう緊張した。クリコ씨는평소에등안간지러워요？천사날개가등에서나올것같은데。아이고왜해？나지금お金もないんで、어떤게。장발을해본적이없으신가요？フラダンスを2年前までしてたんで、その時はここぐらいまで髪の毛がありました。경시경을보고아이사람이라느꼈을때가언제일까요？毎日ですけど、ここの匂いを嗅いだり、ここの匂いを嗅いだ時にはめっちゃ安心だし、クサラムだ。でもこれ本当大事だよ。性格ももちろんだけど、これはだって喧嘩しても変わらないじゃん。ここの匂いは。何の匂いですか？なんか畳？横浜流星 VS 金경식。わあ。자기かな。아절대違う。그래야지。경시형한테한달에얼마받아요？お金는필요じゃないよ。愛がある。嘘です。저오늘뭐먹을까요？김밥가이。한국음식중에서어떤게제일맛있나요？할머니의떡국。엄마님의소고기とかが入ったスープとか。굿シリーズがめちゃくちゃ好きかも。めっちゃ前の日飲んだ次の日の朝に作ってくれるのがめっしみるわけですよ。김경식 VS 박서준。김경식。もうちょっと間が。이때까지영상을보면쿠리코님이나레이션넣는게있어요。대부분대본이약반컨셉인데、그걸경식님이써주실때마다무슨생각을？絶対何か変なことを言わされようとしてるっていうのは分かってる。なんか野生の感で、本当に。올리는스타일이좋으신가요？덮는스타일이좋으신가요？もともとアップが好きだったけど、ダウンも似合うと思いますけどね。でもスーツの時は絶対アップがいいです。일본에서남자친구랑여행간것중에서어디가가장좋았고추억이많이남은것은어딘가요？やっぱ온천とかじゃないかな。あと全然온천에관계なかったらスシロー。普通に楽しいじゃんね。그리고한국에남친이있는데요。クリコさん어떻게질투심을관리하는지궁금해요。自分の趣味とか友達とか自分磨き、ブラッシュアップとかに集中するようにしてる。경신경지금까지몇번정도중간에잠들었나요？오이야。あ、でもこれみんなに聞いてほしいんだけど、中間って言うけど後半で寝る人って本当にバカじゃないですか。そうじゃない。なんかまあ、コケコプロヘイティ、YouTube 하면서힘든점은없는지。何撮るかっていうのと、多分お互いのコンディションがあるから、チャギがめんどくさい時と私がめんどくさい時で、今日撮る撮らないとかっていう時が一番大変。두분의현실지도는무엇인지？결혼계획은있으신지？仕事は MC 関係。もちろん皆さんそうだと思うけど、タイミングがあったら언제든지괜찮아요。고등학교サークルって무엇을하셨는지궁금합니다。テニスです。ポジャンを見せてポジャン。めっちゃ下手やん。외국인남편이일본에서생활하는거에걱정이되는？病院とか病気した時にちゃんと説明ができるかわからないから、もちろんサポートには行くけど、体調管理とかすっごい怖い。양말신을때오른쪽먼저신으시나요？아니면왼쪽먼저신으시나요？左ですね。아기는어떻게생기나요？子供はどうやって生まれますか？남자と여자が。일본의어느프로야구팀을응원하시나요？読売ジャイアンツが好きです。일본에서제일좋아하는과자랑한국에서제일좋아하는과자는？와덮밥에비센が好きです。한국で一番好きな과자는なんかキャベツボールみたいなやつ。キャベツ？なんかホームランボール。ホームラン？何？ホームランボール。ホームランボール。韓国語はどうやって勉強しましたか？チャギが言ったことを覚えていくっていうスタイルなので、例えばこの前も鏡をコールなのにコーラコーラーでネイムクリックで覚えてたから、ずっとコーラかと思ってた。だからそれからスペルを見たりしてます。일본사람들은 AV 업계에일하는사람들에게어떤인식을보통적으로가지고있지？近い職業ではあると思う。だから私は福岡で歩いていて、一回 AV の会社にスカウトされたことはあります。なんか、あ、お姉さんお姉さんすごい可愛いですね、うちの会社来ませんかって言って、何の会社？飲み屋かなって思ったスネックとか。そしたら、いや、いい AV があるんですけど、そこにカメラマンがいてとか言われて、
怖っみたいな。私田舎の出身なんでそれ聞いてめっちゃ怖かったし、あ、それぐらい AV の社会には近くなんだなっていうのを日本人でも感じました。これ고향소개해주세요。鹿児島の一番北の町なんですけど、出水市というところです。鶴が来ます。それが特別天然記念物で、名物はみかん。최근한국에대한수출규제로인한노재팬운동이이어지고있는데요내일은그리고언제업로드되나요 確かに私もちょっと기대됩니다。일본컵라면추천좀요。どん兵衛、これうどんのやつ。肉うどんがめちゃくちゃ美味しいです。경식권을잘때던져버리기위해1m높이로들어올린다고하고경식권의몸무게를70으로잡았을때아これ物理かな。力の角度がどっちじゃ。私物理が本当に高校生の時。 When your birthday? 10月22日です。イチローと同じ誕生日です。그리고저는난생이됐을까아차기요리ちょっと上なので最近차기に누나と呼ばせる練習をしています。でも私는차기と呼んでほしいなと思ってます。いつか차이점을극복하고올해좋은관계유지하는법알려주세요。포기するか친구になるかだと思う。この人これぐらいかなって思って포기して仲良くする人もずっと長く付き合ってるけど、私たちは結構なんか友達関係に慣れたからもっといいライバルでもあるし、男友達みたいでもあるし、アルコンタルコンもあるし、そこは秘訣ですね。これ그냥핸드폰배경화면그냥 Q&A 영상찍을때간다。ケースは京志くんが作ってくれた、私たちが韓国で撮った写真をケースにしてくれてます。ここに定期とかも入れられるし、ホーム画面は最初2人の写真にしてたんですけど、今は京志くんが私記念日にあげたコスモです。추억에남을소소한행복이뭐가있을까요。物ももちろんいいと思うけど、主翼のための予変って絶対大事だと思うから、どっかに行ったりしてほしいかな。4年で彼女も優しくて何かしてあげたいってナムジャチングでも手放しだ。私もそんなよ。うん。私もそんなろ。うん。私もそんなよ。本当、ペンティもかっこいいよ。兄弟関係について教えてください。お兄ちゃんが一人います。そんなにめっちゃ仲がいいわけじゃないけど、絶対相談するときはまずお兄ちゃんから相談するような感じの。お兄ちゃんの前では着替えられるし、弟みたい、私が。あ、ピアノのこれみたいな歯が可愛いです。ありがとうございます。だって一番のチャームポイントは歯です。これ矯正してない。これはもうピアノしておいてください。もう。この中、韓国語を만든다면、뭐라고만들지궁금해。何がいいかな。今まで、そこの中で、こんな名前可愛いなってこと。ボラ、ソラ、ラとか可愛い。주위에서저랑크리코님이랑닮았다고하는데행복합니다。ありがとうございます。え？メガネした時？私メガネしてたかな、いつも。まあ、やっぱり Vlog で。あー！年に何回ぐらい会えましたか？遠距離してた時は3ヶ月に1回ぐらいしか会えなかったかな。だから1年に4回、5回ぐらいわったがったしてる感じだったよね。結婚したらお仕事辞めますか？いや、続けます。仕事をしてることでストレス発散もあるだろうし。出発。경식형님께서반할만했던자신의매력포인트는뭐라고생각하시나요。자기가今からしたいこと、食べたいことっていうのを私が先に準備した時、絶対キュンしてるなって思う。キャラクターのペンギンにソロロかペンスだよね。え、ちょっと待って、え、どっちに似てるの。ピカチュウ。もう다음주어진방정식의미분방정식의해입을보이세요 Y 는 X 이こんな質問誰がしますんごや。아이고쫄려。학과전공이어떻게되시나요。経済です。그리고는경식을처음봤을때얼굴에후광이비쳤나요。ないです。그후기희普通のカップルさんの Q&A って달달한질문とか많이있잖아요。私たちツッコミ待ちの人がめちゃくちゃ多かったから面白かったです。もっと他にも質問があったので、今回全部答えられなかったら本当に申し訳ないんですけど、またカップルでも질문コーナーができたらもっとディープに答えができると思うので、기대해주세요。今日本当に私が感謝したい人が一人いますので、ペンティでディレクティング頑張ってくれ、金元寿くん来て。できません。早く。早く。自分がちばぞ。かむさみだ。サンフランシスコでした。なになに。パチンコで。あ。セス。繰り返してみた。